高身長イケメンコートは2月まで買えないようにしてほしい。どうす、今回ですね、ユニクロの絶対買うべき服12選やっていきましょう。僕はもう3年半以上ですね、ユニクロの紹介をしておりまして、おそらくね、もう50万円ぐらいはもっとかな、ユニクロに使ってるんですよね。そんな僕が選んだですね、ユニクロで秋冬買うべき服を計12個紹介していこうと思います。いつものね、おすすめアイテムの動画ではなくてですね、今回はアイテムを買う順番、この月はこれ買った方がいいよとか、その次にこれ買ってっていう買う時期もね話していくんで、よかったですね、こちらも参考にしていただいて、失敗のないお買い物にしていただければ光栄です。このチャンネルではですね、こういったプチプラの情報やシウンというですね、低身長男性に向けたブランドも運営してますので、よかったらですね、応援をお願いします。で、本編は紹介、せーの、領域展開、ちゃんちゃん。1個目のアイテムを紹介していきます。それがこちら、ブラシドツイルオーバーシャツでございます。このシャツですね、まず生地がですね、非常にトロトロしていて柔らかい、プラスちょっとね、ウール調の生地を使われておりますので、秋感がすごいし、柔らかいシャツで、シャツよりも生地が分厚いんで、アウターとしても使える、そんなね、すごい万能な切れ目のアイテムでございます。切れ目のアイテムなので、女子受けもね、いいんですよ。僕はね、以前地元の女性の友達のたまちゃんにですね、動画出演していたい時に、このブラシドツイルオーバーシャツ少し触れたんですが、めちゃくちゃ可愛いってね言っておりました。女性からしても非常にね、メンズに着てほしい洋服なんやなって、その時ね実感しました。僕のおすすめカラーは圧倒的にブラウンです。オリーブとブラウンの中間のようなカラーで、高級感もあってですね、秋冬のね季節感も非常に強いんで、僕はねブラウンがおすすめで、僕は164センチの55キロで XL を買いました。着用してみたらね、こんな感じで大きめにね着用できておりますこれはね、もう今すぐ買ってもねいいのかなと思います。まだ着るにはね結構暑いけども、今買って着るのは9月後半とかかな。結構みんな、僕含めてインフルエンサー紹介されてるんで、もしかしたらねないと思うけど、完売もねあり得る商品なので、今買って9月後半ぐらいからね着ていただくのが一番いいかなと思います。で、その次にこちらです。タックワイドパンツのブラシドツイル。さっきのね、シャツのセットアップで履けるパンツです。これね、僕店頭でしか見てないんですが、生地はね、パンツで生地触ったんで断言できるんですが、神アイテムです。これは絶対ね、デート服とかに着ていただければ、絶対に失敗しないですよ。セットアップって、とりあえず上下で合わせとけば、ぽく見えるし、女性が好きな服も、男性のさ、スーツ好きとかよく聞くやんか。あれもね、スーツってセットアップやんか。とりあえずセットアップ着とけば、なんとかなるっていう持論をね、僕は持っているんですが、これも、タックワイドパンツもセットアップで着れるんで、めちゃくちゃいいアイテムだと思います。パンツが3990円で、シャツも3990円なので、8000円でね、このかっこいいセットアップが着れると思ったらすごいな。パンツは僕は S か M で着るかな。 M を履いてベルトで引き締めて裾上げをして、ちょっとゆったり履くかもしれん。靴はね、黒系のスニーカーで合わせて、まあインナーはね、黒 T とか黒系の T シャツを合わせて着ますね。絶対かっこいい、めっちゃいいアイテムです。この2個は、これもね今すぐ買って、9月ね半ばか後半ぐらいの夜とかやったら、もしかしたら着れるんかなって感じですね。僕やったら、あれもデートに黒 T にタックワイドパンツでデートに行って、そのディナーの道先で一丁ジャケット羽織るみたいな感じにするかな。室内では羽織るみたいな感じでデートを楽しむと思いますね。冷房多分バカ効いてると思うんで、女性にね寒かったら羽織らせたらいいんで、そんな感じでね、一応冷房対策用プラス格好付け用でね、一応持っていきますね。よかったらやってみてください。次はね、こちらです。プレミアムラムブルーネクセーター。これは10月の最初ぐらいにね買ったらいいかなと思いますね。その理由は、おそらくですね、このアイテムは定番のアイテムなので、数をね非常に積んでるんですよ。在庫が多いんで、品切れとかがないんで、実際にね使える10月ぐらいからゆっくり買っていけばいいかなと思います。ウールのねアイテムなので、結構あったかいんですよね。ただ生地が薄くて軽いんで、僕もね非常に好きなアイテムです。去年はね L サイズをちょっとゆったりめで着ておりました。ただ L で着ると着丈とかが長いので、そこはね折り返して、まあちょっと妥協してね着たりもしていました。去年好きだったダークグレーが今回なくてね、グレーとかになっちゃうねんけども、おすすめのカラーはグレーとブラウンとネイビー、このあたりは絶対に失敗しないかなと思いますね。
次にね、こちらもね、まあ9月後半ぐらいから買ったらいいんだなと思ってるアイテムで、ソフトタッチタートルネックティーですね。これはね、いつももう昔からあるね、僕が学生時代からもあるよ、定番のアイテムでございますね。インナーにね、着るだけでそれっぽくなって、昔はね、こう折り返して着てたけども、 DC サイトの画像のように折り返さずね、たまらして着ることがね、おすすめです。注意点としては、このアイテムね、1990円でめちゃくちゃ安いけど、僕の経験上ね、切れてワンシーズンかなっていう感じのアイテムなので、耐久性ではね、期待しない方がいいのかなと思います。次はこちらですね。ストレッチフリースモックネックティー。これ僕初めて見たような気がするんですが、去年もあったんですかね。これはね、かなり防寒性の強そうなインナーっていう感じで、生地もね、柔らかみがあって非常に可愛いなと思ったんで、一応ピックアップしました。おすすめのカラーはベージュとかがね、さっきのブラッシドツイルシャツの下に着ればかなりね、モテ男子の雰囲気になるんかなと思って、一応ピックしましたね。これは真冬にね、これ着てライトダウンとか中にね、ベスト仕込んででジャケットとか羽織れば、それだけで防寒できそうなんで、実用性っていう面でかなりね、いいアイテムかなと。まだね、触ってないけども、この写真からね、そう思いました。これはね、まあ10月半ばとか11月とか買ってもいいかなと思いますね。結構防寒性すごそう。次のアイテムこちらです。スフレアンハーフジップセーターでございます。このアイテムですね、前もレビューしたんですが、こんな感じですね。約ね、3、4年前からある定番のね、人気のアイテムでございまして、胸元あたりからこの辺までね、ジップのあるハーフジップのタイプのアイテムでございます。僕はですね、164センチの55キロで S サイズをですね、着用しております。このアイテムのいいところはね、言っていくと、まず生地がね、非常に柔らかいです。生地が柔らかいので、着ていてね、めちゃくちゃ気持ちいいです。そして防寒性にもね、優れています。なんで今からめちゃくちゃ暑いけど、11月ぐらいから冬もね、しっかりと対応できるニットかなと思います。注意点というかを言っておくと、僕はね、顔がまあでかいんですよ。なんでこういうね、襟の詰まったアイテムを着ると首が短く見えて顔がね、大きく見えちゃうので、そこは結構ね、注意点かなと思います。あとね、もう一個ありまして、着丈がね、こんな感じで長いので、僕はね、 S は裾をね、折って着用しようかなっていう感じですね。ただ僕はね、 S ウエストがね、なんかわからんけどガリガリなんで折れるけど、恰幅の言い方やったらボコッと出っ張っちゃうかもしれないんで、その辺がね、注意点かなと思います。おすすめのカラーはね、こちらのダークグレーがおすすめです。次はね、こちらベイカーパンツでございます。このね、ベイカーパンツね、すごいんだね、素材がなんとね、モールスキンなんですよ。なんで冬もね、しっかりと履いていただけると思います。あったかみのある表情の生地がね、特徴なんですけども、あとはね、フランスのヴィンテージのワークジャケットとかにもね、よく見られる素材ですね。僕はね、このオリーブがめちゃくちゃ可愛いなと思っております。これはね、まあ11月ぐらいに買っていただければ間違いないです。次ね、こちらです。プレミアムラムクルーネックセーター。このね、アーガイル、これ可愛くね。僕はブラウンの EC サイトのね、グレーと合わせるのが、一歩間違えたらめちゃくちゃおじいちゃんやけど、アイテム単体で見たらめっちゃ可愛いなとね、思います。アーガイルもさ、こう柄が激しすぎなくて大人っぽいんで、これはね、結構人気出るんじゃないかなと思いました。僕はまあ M サイズか L サイズをね、気持ち言ったり目でいきたいなと思います。これに関しては11月ね、半ばぐらいにあれば問題ないんじゃないでしょうか。次はね、こちらです。タックワイドパンツのコーデュロイ。これはね、前回紹介したんですが、コーデュロイってね、めちゃくちゃ流行るんで、基本的にはね、もうコーデュロイパンツ買っていただければ、秋冬はかっこいいコーデ作れちゃうんですけども、特にね、このダークグレーの色味がね、非常にいいです。前回までだったら、ユニクロだったらね、ブラックとかでコーデュロイパンツ作ってたとは思えないけども、ブラックってね、綺麗めすぎて、あとはツヤ感が出すぎて、どっかなんかね、セクシーすぎる、大人っぽすぎる印象になっちゃうねんけども、このダークグレーに関してはカジュアルな印象も持ちつつ、かつ大人っぽくかっこいいっていう、ちょうどバランスのいいね、アイテムに仕上がってますので、非常にね、おすすめできるアイテムです。僕は164センチ55キロで裾上げなしでね、 S サイズを買っております。こちらもね、購入時期に関しては11月頃かなと思います。12月1月でね、ヘビーユースするんかなとね、いう感じです。
次はこちらです。ユーティリティショートブルゾン、これもね可愛いですよね。バブアとかでよく見られるハンティングジャケットやねんけども、これに関してはね色はブラックがおすすめです。他のカラーもねかっこいいねんけど、僕はねブラックが一番無難かなと思います。前回、ね、動画でレビューしたんですけども、164センチで S サイズをね着用しておりました。こういうねアイテムは割とジャストサイズで着た方がいいと思ったんで、オーバーで着るよりも僕はね S をおすすめしております。ただオーバーで着るのもね別にダメっていうわけじゃないんで、ご自身のね好きなサイズを探してみてください。こういうねやぼったい土臭いアイテムはですね、ブラックのようなモノトーンのカラーでね作った方が絶対かっこいいんで、僕はねブラックをおすすめします。裏地がねギンガムチェックになってるのも非常に可愛いですよね。これは10月後半でもいいし11月に買っていただければいいんかなと思うけど、完売とかももしかしたらすると思うし、早めに買いたい人は10月でもねいいんかなと思います。次はねこちらですね、定番のアイテムを紹介していきます。コンフォート2B ジャケットですね。これずっと前からあるアイテムですけども、セットアップでも着用できるねアイテムになります。今パンツはまだ発売されてないんですが、どうせセットアップで着用できるようになるでしょうと思ってます。例年まではねセットアップで着用できました。千鳥柄とかがまた多分出てくると思うねんけど、一旦こちらを紹介していきます。これに関してはね購入時期は9月とかでいいのかなとね思います。やっぱ秋冬のジャケットと春夏のジャケットってさ全然見え方が違うやんか、生地の表情が。なんでこういう9月10月ぐらいからもう秋って始まってて、ファッションではそういう時にいいご飯とか食べに行く時は春夏の素材のジャケットを羽織っていくんじゃなくて、秋冬の素材のジャケットをね羽織っていった方がおしゃれ感も高まってかっこよく見えるんですよね。なんでこういう、ね、秋冬の素材のジャケットは9月ぐらいからね買い揃えてもいいのかなと思いますし、例年ね完売も結構早いんかなっていうアイテムなので買ってもいいのかなと思います。僕はね M サイズをちょっと言った意味でいるかなと思いますね。注意点としてはねアイテムめちゃくちゃいいねんけど、サイズが切れ目でジャストフィットなので、オーバーサイズでゆったり着たい方は別のねアイテムを探してもいいのかなと思いますね。シウンではねこういうジャケットのセットアップも発売するんですが、低身長でもねゆったり着れるように作りましたので、定番のアイテムよりかはトレンドをね意識したいという方はシウンのジャケットもねよかったらチェックしてみてください。次はこちらです。シングルブレストコート、このアイテムもねずっと言ってますが定番のアイテムで、僕もね2年ぐらい前にレビューして、去年もレビューしたアイテムでございます。これはねサイズ M ぐらいで僕は買おうと思いますね。で今はダークブラウンしかないんですが、多分ねネイビーとかも出てくるんじゃないかなと思います。このアイテムですねめちゃくちゃコスパいいんですよ。この見た目で 12,900円、前は9,900円だったような気がするけど、このね見た目で 12,900円というですね、間違いなくね買ってね後悔はしないアイテムに仕上がっているとは思います。ただ注意点としては結構ジャストフィットのね細い作りなんで、トレンドのオーバーサイズ感とかゆったり感を意識したい人は難しいアイテムなのかなと思います。ただ別にファッションなんて普通でいいとか、あとはスーツの上に切り目で着たいって方はマッチするアイテムなのかなとね思います。これはね11月ぐらいね買っていただければいいのかなとね思います。サイズ掛けとかねあったりすると思うんで、早めに買うこともね検討してもいいのかなとは思いますけど、もユニクロなんで多分すごい数あるんで、11月ぐらいにゆっくり買うのがいいかなと思います。こうやってねおしゃれなトレンド性の高くて在庫をあんま積んでいなそうなアイテムは季節の立ち上がり時期に早めに買って、ユニクロとかでね買える定番のアイテムはゆっくりね時期を遅めに買っていただくのもねいいのかなと思います。今回はユニクロで秋冬絶対に買うべき服をですね時期別で紹介していきました。よかったですね、こちら参考にしていただいて、このね秋冬のファッションを一緒に楽しんでいっていただければ幸いでございます。僕はムーはシウンというね低身長男性に向けたブランドも運営していますので、よかったですねそちらもチェックをお願いします。ではご視聴いただきましたらっしゃ、また次回の動画でお会いしましょう。以上アリブッドゥッシュ、バイバイ、あっしゃ。